皆さん、こんにちは。今回は、自分の経験から、ようやく SS ランクを作れるようになった。経験をまとめてみました。他の配信者のようにがっつり、馬娘に課金もしていませんし、好きなキャラをゲームやることだけやっていました。後発組で、当初の配布 SSR も所持しておらず、優秀な電動入り馬娘も持っておりません。あくまでもまぐれでできた陰似などを中心に、今回、 自分の原油戦力で可能な限りあった結果のご報告です。まず結論から言いますと以下の3つが重要となります。当初ステータスはスピードとパワーにつけるかパワー集中でつけるかです。他の配信者がパワー集中でやっていたのでやってみたのですがうまくいきませんでした。理由はスピードステータスが悪いとレースに勝てないというものです。 その解決方法を後で述べます。二つ目。クイーンウマ娘を目指す。三つ目。サポカは厳戦力で最も、レースボーナスが溶きそうなものにする。ただし、絆ゲージも考えておく。以上となります。クラスワンダー、ミホノブルボン、北タサンブラック。以上の三つのウマ娘で実験してみました。ステータスをスピードパワーでやると、 うまくいけば SS になりました。逆にパワー集中ステータスでやったら、どうやっても S や S 足すしかなりませんでした。残念ながら、自分の貧弱な電動入り馬娘では、そうなってしまいます。他の上手い配信者の殿堂入り馬娘は、そもそもよくできたもので、因子継承が考えられているものが多いようです。よって、邪国を初組である私は真似ても、 うまくいかないと悟りました。ただ、一つうまくいきそうだったのが、とにかくジュニア級の時に、スピードステータスを上げまくるという方法。パワーはとにかくステータス集中させているので、上げる必要がありません。そこで、スピードが上がる。根性、賢さ、スピードの三つを上げます。その中で、絆ゲージを多く上げれそうなものを、選んで踏んでいきます。 それをやってみたのが、北サンブラックのエスタスです。詳しくは、概要欄に貼っている無編集動画を早送りで見てみてください。ジュニア級で F だったスピードを E まで上げていくと、マイルレースなら勝てるようになります。それ以前は、スピードが F のままでレースに勝てず、全くうまくいきませんでした。パワー集中でステータスが低い方は、スピードステータスを上げてください。次に、 クイーンウーマ娘を目指す。クイーンウーマ娘とは、ヒロインウーマ娘ビクトリア・マイル＆阪神・ジュベナイル・フィリーズエリザベス女王2連覇となります。ヒロインウーマ娘とは、クラシック級のオーカシ花ーオークス中華賞です。すべてのレースに勝つと、大幅にステータスが上昇します。さらに、神速マイラーを取ると、さらに上がります。 オー賞 &NHK マイル安田記念マイルチャンピオンシップ阪神ジュベナイルフィリーズとなります。ヒロイン馬娘と被っており、これを取ると S クラス以上にはなります。ちなみに、他にカリスマ馬娘というのがあります。それは、競馬のボバ三冠とされるサツキ賞ーダービン喫花賞です。ゴールドシップでは S カスまでこのレースプランで行けましたが、かなり厳しいです。 なぜなら長距離適正が必要な上にスタミナがないと勝てませんレースばかり出ているのでスタミナが上がらず途中で負けてしまう可能性がありますよって今回はマイル途中距離を中心として育成することが SS ランク以上になれる条件だと言っていいでしょうゴルシのような長距離でも勝ててしまうような馬娘で挑戦すると良いとは思いますが SS ランクには私は 到達することができませんでした。最後にサポかサポートカードは人それぞれだと思います。私は当初キャラだけが欲しくてガチャはサポートカードなど回していませんでした。ただ途中から北さんカードのピックアップの時だけは重要だと気づいて北さんを二次決勝やチケットやジュエルを全部溶かしてゲットしました。なので無課金とはええ。 少し人より有利なのかもしれません。ゲームウィズのサポートカードのレースボーナス検索をしてください。私が現時点で成功しているのが、SSR 春うらら、SSR 雪の美人、SSR マーベラスさんで、の配布サポカ3枚。貫突している SSR 北サンブラック、SR エアグルーブ。レンタルで SSR 町金クキタルです。北サンブラック育成の時は、 ステータスが高い SR 進行運利にしています。とにかく、絆ゲージ上昇をさせるのが手間なのが、ハルーララ、エアグルーブ、進行運利です。他のレースボーナスが高いカードも育成中に、絆ゲージが上がることが良いかどうか確認してみてください。概要欄に貼っている、北タサンブラックの動画の、ジュニア級でどうやっているのか、参考にしてみるといいかもしれません。レースは出ていないのですが、 SSR 北さんブラックではないので、絆ゲージを上げれそうなら練習、ノリならレースに出るという、柔軟な感じでやっています。阪神ジュベナイルフィリーズに二度ウォッチを使っても、勝てないようなら諦めて再度リスタートした方がいいでしょう。クラスワンダーと北さんブラックは肌荒れが多く頻発する、ような気がします。それで、全部不調になりダメだったことがあります。ミホノブルボンは、 頑丈なのか肌荒れにならず、かなり連戦しても大丈夫でした。偶然なのかもしれませんが、運なのか、馬娘の実力なのか。あとは、お守りとブートキャンプ。そして、最後に、とにかく、一でもステータスを上げてくれる。戦略書などは、全部取っておきたいです。やる気アップさえできれば、お守りで練習をさせて、一つだけの練習をうまくできれば、うまくいきません。 体力がとにかく削られるので、レースばかり出るので、上げてもすぐ減って練習ができないことが多いので、お守りはできるだけ多く取っておきたいです。参考になればと思います。